その人は春の日差しの中で佇んでいました。花園に舞い降りた天使のような美しい姿で、そよ風をはらんで舞う美しい黒髪、すらりと伸びた手足、その人の神秘の湖のように深い輝きをたたえた瞳が、ただまっすぐに私を見つめていました。その眼差しを前に、私は胸が高鳴り、息もできないほどの衝撃と感動が私の心をいっぱいに満たしていきました。これが私とちかねちゃんの出会い、運命の出会いでした。私が東京にですか？おじさまの具合が良くないようなの。お父さまも新しい事業で手が離せないし、あなたのように家のことを任せられる人にお手伝いに行ってほしいの。東京にですか？お嬢さまの元を離れて？ええ。嫌な予感がする。長年勤めてきた私だからわかる。お嬢さまはどこかに一人で行こうとしている。二度と私の手の届かない遠いどこかへ。音羽さん、 あなたなら安心しておじさまのお世話を任せられるわ。お願いできるわよね？できたわよ。音羽さん、この木、10年前に私がここに来た時もあったんです。あの日、私が初めてお嬢様にお会いしたのもこの木。お嬢様はさんさんと降り注ぐまばゆい日差しを浴びて、本当に心地よさそうにしていらっしゃいました。そうね、私この木の梢から世界を見るのが好きだった。登ってはダメだと止められても、それでもやめられないほど。そんな時私は何もできませんでした。ただお嬢様を見上げるばかりで。でも一度だけあったんです。私もお嬢様と一緒に登ろうとしたことが。ですが途中で動けなくなってしまって、結局大騒ぎになってしまった。あの日からでした。
お嬢様がこの木に二度とお登りにならなくなったのは。そうだったかしら。はい。私はこの木で誇らしげに笑っているお嬢様が好きでした。凛と降り注ぐように下界を見るお嬢様の眼差しが本当に好きでした。そしていつかは私もお嬢様の隣に登って同じ景色を見てみたいと思ってたんです。なのに結局私はお一人で考え、お一人でお決めになるお嬢様を何もできずに見ているだけでした。お嬢様好きの次女でありながら、私の10年はただお嬢様を見上げているばかり。申し訳ありません。お嬢様、私はお嬢様の何の役にも立てなくて。お父さん、あなたが支えてくれたから今の私があるの。しっかりと私を見てくれたから私はどんな時も私でいることができた。そんな、ありがとう。お父さん、ありがとう。ちかね様、ちかね様、ちかね、ちかね様。ならば君は戻りたまえ。そんな、私はどうしても知らねばならんのだ。どんなことをしてもあいつのために。やはりあれのせいか。だから何なんだ。クルス川を守る、俺はそう誓ったんだ。人もなき国もあらぬか和議のこと、携え生きてたぐいてよらん。どこかに誰もいない国はないのだろうか。そこで二人で暮らしたい。ただ静かに寄り添いて、寄り添いて。ちかねちゃん、あれ、クルス川、そうか、今日は姫宮は来ないのか。ちかねちゃん、生徒会の仕事が忙しいからって。それに乙葉さんも東京に行っちゃってるから家のこともあるみたいだし、なんだかお弁当作る気になれなくて。でも昼飯はちゃんと食べた方がいいぞ。うん、クルス川。え、この間はごめんな。いや、とにかくこの前のことは俺が悪かったよ。俺はクルス川、お前を泣かせるつもりなんかなかったんだ。ただ、ううん、狼くんが悪いんじゃないの。あれは自分でもなんだかよくわからなくなっちゃって、勝手に涙が溢れてきて。だからとにかく狼くんが悪いわけじゃないから。私もう全然気にしてないから、狼くんも気にしないでね。全然か。え、何？なんでもないよ。それより大神くん、ちかねちゃんと同じクラスだよね。ああ、それが？ちかねちゃん、変わったところはなかった？ん？姫宮が？私の気のせいかもしれないんだけど、どこかいつものちかねちゃんと違うように見えて、何か嫌なこととかあったのかなって。一番近くにいるクルス川が言うんだから何かあるんだろうけど、俺にはちょっと。そうだよね、直接姫宮に聞いた方がいいんじゃないか。そうだけど何か理由があって私には話したくないのかもしれないし、だったら余計無理に聞いちゃいけないのかも。そんなことないと思うけど。乙葉さんだったらきっと何も聞かずに分かってあげられるのに。私じゃ、ごめんね。私何言ってるんだろう。変だよね。忘れて。クルス川、放課後時間あるか？え？
あったら俺に付き合ってほしいんだけど。悪いよ、こんなことしてもらって。私ならバスで行くから。遠慮するなって。なんならロボットで行くか。面白いのそれ。うん、とっても大好きなの。レイコ先生、ごめんなさい。あ、おい。あ、あの、これって名前も彫ってもらえるんですか？ああ、そうだよ。ほんの小さな誕生石をはめてね。誕生石。あの、お願いします、姫子って入れてください。はいよ。で、そっちの彼は？ あの、そうじゃなくて、ちかねちゃんで。ちかねって女の子の名前かい？はい。はいよ、姫子ちゃんとちかねちゃんね。プレゼントのことで頭がいっぱいで。よかったよ、いいのが見つかって。オパールとトルマリンって言ってたな。何か意味があったりするのか？うん、前にチカネちゃんに聞いたの。10月の誕生石トルマリンは心中の歓喜、忍耐、悲しみの克服、そして幸せになる。なんか焼けるな。え、やだ、ソーマくん、私とチカネちゃんとは。わかるよ。俺はクルス川ほど姫宮を知ってるわけじゃないけど、姫宮が全校生徒の前でピアノを弾いた時、テニスの試合でフルセットまで戦った時、姫宮は勝ち負けとか損得とかの次元じゃなく、姫宮が自分で決めた理由のために一人で戦っている。そんな気がするんだ。だからいつでも眩しいんだ、姫宮は。強くて綺麗で優しくて、それだからって誰にも威張ったりしない。怖がりの私の手を引いて、いろいろな世界を見せてくれた。いっぱい楽しいことを教えてくれた。私の写真を最初に褒めてくれたのもちかねちゃん。だから私、私だけでなく、みんながちかねちゃんのことを好きになるんだと思う。俺は姫子の方が好きだよ。先生、もし私の予想が正しければ、ことの根は思っているよりずっと深い伝承の読み違いという次元ではなく、彼女たち自身の。これはまさか。大神くん、今日はありがとう。なんかいいって。それより早く私に言ってやれよ。そのために買ってきたんだろ。それじゃ。おっと、忘れ物だぜ。大好きなんだろ。じゃあまた明日な。ソーマくん、ソーマくん、ありがとう、また明日ね。おお。やっと笑顔で終われた。やったぜ俺。この世の冥府に置かれた羊たちよ、死がお前を飼うであろう。朝になればその正しき人がその上を踏んで行き、誇り高かった姿を冥府が蝕む。ただいま。あれ、誰もいないのかな。ちかねちゃん、ちかねちゃん、あ、上、ちかねちゃん上にいるの？ちかねちゃんなの？
ちゃん、その服どうしたの？あれ、今日ノリトの練習とかする日だったっけ？それにそれ、私の巫女服だよね。姫子。え？私のこと好き？好きな。ねえ、どうなの？好き？そう、よかった。あのね、今日はちかねちゃんに渡したいものがあるんだ。ほら、お揃いにしてもらったの。太陽が私で、月がちかねちゃんの。あ、でもちかねちゃんに太陽のペンダント持ってって。ちかねちゃん。こんなままごとはもうたくさん。こんな子供じみた遊びは、もううんざり。ちかねちゃん。感じたこともないこの違和感、これもオロチ、オロチなのか。あ、姫子。姫子、あなたの唇とても甘いのね。ちかねちゃん、なんで。私ね、オロチになったの。私のしたいことをするためにね。何、ちかねちゃん、何を言ってるの。私わからないよ。やだ、ちかねちゃん、やだよ、やめてよ。姫子、私ね、ずっと欲しかったの。私とあなたの夜が、私があなたを奏でる永遠の夜が、まだ終わりにしたくないの。だからお願い、静かにしてね。いや、どうしてちかねちゃん、オロチになって。いや、私のせい、私のせいなの。私が何かいけないことをしたからなの、ちかねちゃん。訳を知りたい。知りたいのね。でも、教えてはあげない。姫子。いやー！いやー！姫子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 ！あっ！ずいぶんと遅かったじゃないの、大神相馬くん。何をしたんだ。姫子は本当に君が好きで心の底から心配して、今日だって姫宮にプレゼントしようと一生懸命に探して、その姫子に。あなたの知ったことではないわ、秘密よ。何をしたんだ姫宮、答えろ。言ったでしょ、この家は男子禁制だって。招かれざる客は出て行ってちょうだい。やめろ。オロチの力か。何をやっているの、だらしない。絶対に守ると言っておきながら、そのざまは何。大神様、あなたって何なのかしら。巫女を滅ぼすオロチにも、大切な姫君を守るナイトにもなれない、中途半端な存在だから、もう消えてちょうだい、私たちの前から。やめろ、たとえオロチでも君を傷つけたくない。姫宮、それはどう思う？何をしているの？無理しないで呼んだらどう？あなたの分身を。やめてくれ。君を傷つければ姫子が悲しむ。俺はそんな姫子の姿など見たくはない。あなた、まだそんなこと。頼む、俺に本気を出させないでくれ。あなた、つくづくおめでたいわね。一体誰のおかげで強くなれたと思ってるの。もう一度思い出してごらんなさい、戦うあなたのそばに誰がいたのか。それじゃこの力は。
そんなことにも気がつかないなんて。なら見せてあげるわ、あなたの力がどれほどのものかを。それでいいわ。さあ変わりなさい、あなたの望むままの姿に、オロチのしもべとしてのお前のあるべき姿に。そうなの、あなた竹の闇カズチっていうの。この子がいただいていくわね、相馬くん。何を、姫宮、もうあなたの出る幕じゃないのよ。姫子、ごきげんよう。わあ姫子、これであなたの心は私でいっぱいになるわね。いつでもずっと私のことだけを考えてくれるようになる。オロチとは闇岩だ。絶望の闇が深きゆえ、世界を滅ぼさずにはおれぬもの。欲するすべてを飲み込み、食らい尽くす底なしの奈落。二度と這い上がることもできぬ闇の世界。日は落ちて月は陰り、ただ涙が頬を止めどなく流れ落ちていきます。走っても追いつけなくて、手を伸ばしても届かなくて、それでも私はさまよい続けます。灯火にも似た何かを求めて。次回神無月の巫女第9話、よもつ平坂へ。しかねちゃん、私どうしたらいいのか。